棚江大出現は、秋田県山本郡藤里町北端の白上山地の、藤里駒ヶ岳の麓に広がる19ヘクタールの湿原。岳大自然観察教育林の入り口から3.4キロメートル、駒ヶ岳黒い登山口から歩いて15分ほどのところにある。日光木杉が咲く棚江大出現棚城出現は、白上山地の中では、数少ない貴重な高層出現である。 春から夏にかけて、種子の鉱山植物が咲き乱れ、訪れる人々の目を楽しませてくれる。花がどんどんと入れ替わるように咲く6月から8月くらいまでが最も良い時期である。残雪と共に咲く5月の水場所を金花化から始まり、6月から8月には順番に日光キすげ、金光花、立木帽子といった花が咲き誇る。さらには展望が明けるので、 湿原を囲む山々が美しく輝く秋には、ブナの森の紅葉が見られる絶好の場所となっている。狭い面積ながら水分条件の違いによって、七かドや白山尺ナげ、ミネカイデ、チシマザサなどの生えている乾燥した場所と、水場所やエゾノリュウキンカ、ミツカシワなどの生えている湿った場所、ハイヌツゲが優先する場所、日光キスゲや金光花が優先する場所、 前ゴケが優先する場所などが順に見られる。棚枝湿原で見られる植物は主に以下の種である、水場所、エゾノリュウキンカ、のョウジョウバカマ、ウ、シ草、白根青い、タムシバ、水菓ニは、日光キスゲ、モミジカラマツ、白山尺ナげ、ウラジロ洋楽、前ゴケ、トキソウ、サワラン、オニシモツケ、岩鏡、金光ボウシ、ツルコケモモ 蜜葉ーレン、エゾリンド、梅バキソウ、ワタスゲ、ミヤマナラ。ありがとうございます。